神。神は、信仰の対象として尊、尊崇、る、疫されるもの。一般的には、古代ギリシア語、テオス、ラテン語、デウス、えにあたる、外来語の訳語として用いられるが、これらの意味と、日本語における、神は、厳密には、意味が異なるとされる。詳細は下記を参照。また、英語において、多神教の神々はゴッドではなく、 頭文字を小文字にして、ゴッド、複数形、ゴーズ、もしくは複数形、ディーティスと区別する。百科事典類の記述を紹介すると、ブリタニカ百科事典では、宗教信仰の対象、と説明されている。そして、一般に絶対的、超越的な存在とされる、と指摘。また、原始信仰では人間を超えた力と考えられていて、高度な宗教では、 超越的な力を有する人格的存在とされることが一般的としている。工事園の第六版では六項目に分けて説明しており、一つ目は人間を超越した威力を持つ隠れた存在。人知をもって測ることのできない能力を持ち、人類に下腹を下すと考えられる異例を挙げている。続いていくつか日本の伝統での神を中心に説明しており、 天皇の故障の一つとしての神にも触れ、六項目目に、キリスト教で宇宙を創造して歴史をつかさどる全知全能の絶対もの、を挙げている。大事宣では様々な概念に用いられる語彙、都市、人知を超えた絶対的存在、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教などアニミズム的発想で自然界の万物を基人化、深刻化した存在、 神社に祀られている生前優れた教績で名を馳せた人物や祖先、天皇への損傷、優れた能力を発揮する人物、非常にありがたい人やものとした。どのような神を崇拝、信仰するかということによって、多神教、単一神教、一神教等々の形が生まれる。神に対する人間の態度は、一般に信仰や信心と呼ばれている。 ブリタニカ百科事典によると、進学は、信仰を理性的に理解しようとする試みである。そして、近年では、合理性を超えた原初の信仰を復興させる動きも、あるという。漢字としての、神には、不価値な自然の力、不思議な力、目に見えぬ心の働き、ズバ抜けて優れた様、神といった意味が含まれる。神はテオスやの訳語としても使われている。 このように、神の字で、神と訳されることになった、もともと、日本語以外の言語で呼ばれていた物事まで含み得るわけなので、その指し示す内容は多岐にわたっている。なお、キリスト教における矢を、中国語に翻訳したり日本語に翻訳する際に、神という字を当てることの是非について十九世紀から、議論がある、あと、ただしキリスト教家される、以前の古代ギリシャ時代のにも、 役語として、神は用いられている。春秋佐子伝昇校32年の記載が、漢字の、神の。神は、国の攻防の分かれ目に、君主の善悪を見極め家福を下す、聡明正直で純一なものとして記されている。世界的に見ると、神を信じている人は多く、アブラハムの宗教だけでも30億人を超える。 神に基づいて自身の生活様式を整えている人、神と共に生きていると形容できるような人は多い。神がどのような存在であるかについての様々な考え方は宗教や哲学などに見ることができる。いかにその主なものを挙げる。これらの考え方がそれぞれに両立可能なのか不可能なのかは個人の尺にもより一概には言えない。神の性質に関して、 その唯一性を強調する場合一神教、多元性を強調する場合多神教、偏在性を強調する場合半神論が生まれるとされる。ただし、半神論はしばしば一神教、多神教の双方に内包される。また、古代から現在まで、神話的世界観の中で、神は超越的であると同時に、人間のような意志を持つものとして捉えられてきた。 近代科学の発展と無心論者からの批判を受け、このような神理解を改めるべきという意見も現れている。人知を超えた存在であると考えられることや、人間や動物のように社会や自然のうちに一個体として存在していることは観察できないことから神の存在を疑う者も,も多い。神の不在を信じる者は無心論者と呼ばれ、マルクス主義は無心論の立場に立つ。 また、実存主義者の一部も無心論を主張する。また、神が存在するかどうかは知り得ないことであると、考えるものは、不価値論者と呼ばれる。一神教の例として、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教がある。これらは、アブラハムの宗教である。いずれも、旧約聖書を教典とし、同一の神を信じている。ユダヤ教においては、モーセの時代にそれ以前の宗教から、 新しい体系が作り上げられたとされる。ユダヤ教をもとにイエス・キリストの教えからキリスト教が誕生し、さらにムハンマドによってイスラム教が生じた。これら三つの宗教は唯一神教ではあるが、神以外にも人間を超えた複数の知的存在があることを認めている。天使が代表例であり、人間以上だが神以下の存在である。 ただしイスラム教では、後に創造されたものであるほど優れているという考えがあるため、天使は人間に仕える存在という側面もある。天使はある時は普通の人の形をして、現れたり、人とは違う形をして、現れたりする。しかし、神の働きは神だけが行うことができ、その他の存在は、神にお願いすること、取りなしができるだけである。 聖母マリアも厳密には崇拝対象ではなく、崇敬の対象であり、少なくとも競技場では区別している。聖母マリアは、お願いをイエス・キリストに伝えてくれる存在ではあるが、神と同等の存在ではない。また、キリスト教では、聖人が特定の地域、職種などを守護したり、特定のご利益をもたらすとするという信仰がある。ただし、キリスト教の中でも、 カトリックなどは、聖人崇敬を行っているが、プロテスタント諸教派の中には、聖人崇敬を行わない教派もある。また、聖人崇敬を行う教派であっても、崇拝する対象はあくまでも神であり、神ではない聖人は崇敬の対象であり、崇拝の対象でない。イスラム世界では人という人間と天使の間に、位置する精霊が想定されている、地を、人よ物語、 アラビアンナイトに登場する魔法のランプの人が有名。実際、一神教内部においても、例えばインドのように、多神教を信仰している人々と共存している地域だと、一神教の人々も場合に応じて、多神教の聖地を崇拝したり、神格のようなものを認知することが抜しば行われる。無論、一神教と多神教が両立不可能かというのは、個々人の解釈にもよる問題であり、 成文化された教義と現実的な宗教行為に祖齬が生まれることも多く、宗教と社会の関係は、動体的に捉えなければ単純な図式化に陥る、可能性がある。トーラーの第一巻、ベルシート、キリスト教翻訳では、創世紀第一章では、天地創造の六日目までに登場する神の名は、男性名詞複数形のエロヒーム、のみである。また、 第二章に記された天地創造の七日目もエロヒームのみである。しかし、第二章における天地創造の章術では、アドナイ、主と読み替えて音読される、とエロヒームが併記され、彼らは草木といい種、男であるアダム、人を創造してヨシアシシの知識の木から取って食べてはならないと命じ、その後にアダム、人からイシャン。 女を想像したことが記されている。また、第三章では、医者、女が蛇に促されて、禁断の実を食べアダム、人にも与えたので彼も食べたために、アドナイ、主と読み書いて音読される、とエロヒームは、蛇がイシャー、女の子孫のかかとを砕き医者、女の子孫から頭を砕かれるように呪い、医者、女には、苦悩と分娩を増やしに増やし苦痛の中で、男児たちを産み、 いいュ、男に死されると、言い渡し、アダム、人にも、顔に汗せして、食べ物を得ようと苦しむと言い渡し、土を呪ったことが記されている。そして、アドナイ、種と読み替えて音読される、と、エロヒーは、彼らの一人のようになった、アダム、人が、命の木からも取って、食べ永遠に生きないよう、アダム、人を、エデンの園から追い出し、また、命の木に至る道を守るために、 エデンのソノの東に回されている燃える剣とケルビムを置いたことが記されている。神明期、詩偏、神言、地位の書などにおいて神を信じる、人々のあるべき生き方が示され、サムエル期、列王期、マカバイ期、エステル期などにおいて神を信じた人々の生き方が示される。なお、アドナイ、主と読み替えて音読される、をそのまま声に出して読まないわけは、 神の名を唱えてはいけないと伝えられている。ただし、アドナイ、主と読み替えて音読される、は、次の通り、イスラエルの祭祀族であり、初期族でもある、レビ族の修行を指す。日本の高等学校公民科の教科書や、一般の出版物では、ユダヤ教の神を、ヘブライ文字で、ヨット、ヘイ、無精製門抹殺音、バブ、南郊外接近音、ヘイ、 無声声門摩擦音というシーンで綴れた、エハバーのみとし、その発音を、ヤウェイの、カタカナ読みとして、ヤファウェと明記している。しかし、ヘブライ語としての実際の発音は、シーンで、ヘッド、無声難航外摩擦音、バブ、難航外接近音イ、無声声門摩擦音と綴るアダムの妻の名、ハバーに非常に近い。カタカナで、その発音を表記するのは、非常に難しく、 日本語で表記すると、派のバリエーションにも聞こえる。なお、このアダムの妻の名は、キリスト教皇后約聖書や、新共同約聖書でエヴァと表記されているが、日本ではイブと表記されることも多い。キリスト教のうちほとんど、カトリック教会、聖公会、プロテスタント、聖教会、東方諸教会などが、父と子と聖霊を、唯一の神、三位一体、 至る生産者として信仰する伝統的なキリスト教の多数派では、ナザレのイエスはキリストであり、三位一体、イタリ生産者の代に威嚇たるこなる神であり、完全な神でありかつ完全な人であると理解されている。三位一体論の定式の確認の多くは、古代の公会議、正教会で全地公会議と呼ばれる一連の公会議においてなされた。 カトリック教会においてはかつては、天主の訳語が用いられていた。プロテスタントには、神神という用語もあった。隠れキリシタンによるゴッドの訳には、極楽、お大切などがあったという。漢字である、神が、の訳語に当てられたのは、近代日本でのキリスト教宣教に先行していた、清寺における、キリスト教宣教の先駆者である、ロバート・モリソンによる、 韓文聖書において出た。しかしながら、訳語としての神の妥当性については、ロバート・モリソン死後の1840年代から1850年代にかけて、清史における、宣教団の間でも議論が割れていた。この論争は中国宣教史上、タームクエスチョン、用語論争と呼ばれる。この論争の発生には、アヘン戦争後、新国でのキリスト教宣教の機会が格段に、 増大し、多くの新国人のためにより良い漢文訳聖書が求められていた時代背景が存在していた。用語論争において、最大の問題であったのは、大きく分けて、上帝を押す派と、神を押す派とが存在したことである。前者は、ウォルター・メドハーストなど、多数派イギリス人宣教師が支持し、後者を E、C、ブリッジマンをはじめとする。 アメリカ人宣教師たちが支持した。今日でも、その妥当性については、様々な評価があるが、いずれにせよ、馬役聖書の最も重要な定本と推定される、モリソン訳の流れを組むブリッジマン・カルバートソンによる、漢文訳聖書は、神を採用していた。ほとんどの日本語訳聖書はこの流れを組み、神が敵役であるかどうかを、ほぼ問題とせずに、今日に至るまで、神を、 翻訳語として採用するものが圧倒的多数となっている。旧約聖書の創世記において、アブラハムの子であり、イボ兄弟であるイサクとイシュマイルがおり、このうちイサクがユダヤ一族の祖である旨の記述がある。イスラームの聖典である、アルイコールクルアーン、コーランにはイシュマイルがアラブ人の祖であるとの記述がある。なお、イシュマイルとはヘブライ語での読み方であり、アラビア語では イスマー・イールとなる。また、インジ・イール、福音書に描写されたイーサー、イエスは、神聖を有する存在ではなく、ムハンマドやモーセなどのように神の預言者の一人で、あるとみなされている。ちなみに、イスラーム神徒に広く使われている、アラビア語の中の神を意味する単語で、アラーフ、または、アラー、アッダー、ラテン文字化、アラがある。これは、普通名詞である場合と、 固有名詞である場合がある。キリスト教、ネストリウス派、イスラム教が教典とするヨハネによる福音書において、ことは神である。また、このことをトーラーに引くと、主は、最子族として、初期を務めた、レビ族の始業であるゆえに、主イエスキリストは神であり、ことであり、レビ族の始業であることを意味する。多神教の例として、インドのヒンドゥー教、 中国の同郷、アジアに広く存在している仏教と日本の神道がある。どちらも別の宗教の神を排斥するより、神々の一柱として受け入れ、他の民族や宗教を自らの中にある程度取り込んできた。日本でも明治の神仏分離例によって分離される以前は、神道と仏教はしばしば神仏や社寺を共有し、混じり合ってた。多神教においても、 原初の神や中心的存在の神が体系内に存在することがある。そうした一柱の神だけが重要視されることで一神教の一種単一神教とされることもあり、その区別は曖昧である。ヒンドゥー教の人間神は自然神の生まれ変わりであったり、生前に偉大な仕事を成した人であったりする。現在のヒンドゥー教は、 次に挙げる三つの神を重要な中心的な神として扱っている。芝は世界の終わりにやってきて、世界を破壊して、次の世界創造に備える役目をしている。ビシュヌは世界を散歩で歩くと言われる太陽神を起源としており、世界を維持する役目がある。多くのアバターらとして生まれ変わっており、数々の偉業を成した人々がビシュヌの名まま代わりとして、 ヒンドゥー教の体系に組み込まれている。仏教の階層ゴータマブッタも、ヒンドゥー教の体系においては、ビショヌの生まれ変わりとされ、人々を惑わすために現れたとされる。ブラフマー、ボンテンは、世界の創造と、次の破壊の後の再創造を担当している。人間的な性格は弱く、宇宙の根本原理としての性格が強い。なお、自己の中心であるアートマンは、 ブラフマーと同一、等化であるとされる、盆栽ニョ。道教は、漢民族の土着的、伝統的な宗教である。中心概念の道、タオとは、宇宙と人生の根源的な不滅の真理を指す。道の字は、信仰が終わりを、首が始まりを示し、道のあざ自体が、対極にもある二元論的要素を表している。この道、タオと一体となる。 修行のために、練炭術を用いて、不老不死の霊薬、二を練り、千人となることを、究極の理想とする。それは一つの道になろうとしている。道教では、道は、学ぶことはできるが教えることはできないと言われる。言葉で言い表すことのできる道は、真の道ではないとされ、同志の書物や言葉は道を指し示すものに過ぎず、真の、工場普遍の道は、各自が、 自分自身で見出さなくてはならないとされている。新鮮となって、町名を得ることはどを得る機会が増えることであり、奨励される。心理としての宇宙観には多様性があり、中国では、樹、仏、道の三教がおのおの保管しあって共存しているとするのが道教思想である。食生活においても何かを食することを禁ずる率は、 なく、様々な食物を得ることで均衡が取れ、長生きするとされる。また、憲法を通じて、気を整え精神の安定を図る、瞑想によって、無意をなすことも、道への接近に有効であるという。元織のりながは、尋常、世の常ならず人の及ばぬ徳、ことのありて、賢、着物と定義したが、神道においては、神の定義は、一義的には定めにくい。 教義と言えるようなものを持たず、歴史的経緯により、様々な異質な要素が混在した信仰であるからである。八百万の神と言われ、八尾よろずは数が多いことの例えである。神道は古代律令国家によりその体系が整えられたが、同教中の恩明道や仏教の影響を強く受け、明確な信仰体系を持たない時代が長く続いた。明治期に仏教の影響を排除する。 神仏分離が行われ、一神教を意識した体系として、国家神道が再構成されている。これにより、神道における神は、アマテラス大臣から現人神とされる天皇に至る、流れ中心として位置づけられた。しかし、この改変は徹底したものではなく、土着的な要素も依然多く残った。第二次世界大戦後、神社神道は国家と分離され、 それまで非宗教とされていた神道は、宗教として位置づけ直されたが、現在も、なお神仏集合、国家神道の名残はそれぞれ強く残り、依然として、異質の要素が雑然と混在した信仰である。仏教の影響を受ける以前の神道を、古神道、原始神道と呼び区別する場合もある。しかし、明治以降の国家神道も、江戸時代に研究が進んだ。 古神道の考え方を多く取り入れて形成され、側面がある。仏教は、本来は、神のような信仰対象を持たない宗教であった。原始仏教は、煩悩から解放された涅槃の境地に至るための実践の道であり、超越的な存在を信仰するものではなかった。現在は、神と同じように崇拝されている海祖の、コウタマシッタルタも、神を崇拝することを、 自分の宗教に含めず、また自身を神として崇拝することも許さなかった。時代が下るにつれ、ゴータマラの偉大な先人が、悟りを得た者、フッツとして尊敬を集め、崇拝されるようになり、仏教は多神教的な色彩を帯びていく。仏教には、ヒンドゥー教の神が含まれ、中国の神も含まれ、日本に来ては、神道と混ざり合った。 仏教が様々な地域に浸透していく中で、現地の神々をあるいは、仏の本事衰弱として、あるいは、ご法前身として取り込んだのである。したがって、仏教も一部の宗派では神を仏より、会にあって、仏法を守護するものと位置づけ、ある面では、仏自体も有神教の神とほぼ同じ機能を、果て立ている。日本の神社で、微罪天として祀られている神も、そもそもは、 仏教のご法神、天部の仏として取り込まれたヒンドゥー教の女神、サラスバティであり、仏教と共に日本に伝わったものである。これはやがて日本の一木島姫の人と集合した神仏集合、本日衰弱説。仏教を考える場合、釈迦の教えとそれを継承していった教団のレベルと、土着信仰を取り込んだ民衆レベルと混同しないで、 それぞれについて議論する必要がある。釈迦は人間を超えた存在としての神に関しては、不価値論の立場に立ち、ベーダンタの宗教を否定、捨てた人であるという主張もある。一方で、釈迦は人間を超えた存在、非人格的を認めており、ただ単にその理解の仕方が、キリスト教やヒンドゥー教などの人格神とは異なるだけという意見もある。 浄土真宗の診断は、和んにおいて、三河の浄土に返しぐればすなわち諸仏に帰するなりと説いており、阿弥陀如来に帰すれば、あらゆる神仏に帰するものとしている。同様に、現代日本では、仏教はもっぱら霊魂の永遠不滅を前提とした、葬式を扱う宗教と見られることが多いが、もともと仏教では、死後も残る魂、アートマンのようなものを否定する立場であり、 ここにおいても、民衆の信仰の形とは、大きな差異がある。釈迦は、自己の魂、アートマンが、死後も残るのかとの議論に対し、回答をしない、無期という態度をとり、この態度は、アートマンが残り輪にするという米ーアンタの宗教を、拒否しているとも受け取れる。なお、梵天の感情の神話には、釈迦が悟った後、悟りは微妙であり、 欲に縛られた俗人には理解できない。不況は無駄である。として沈黙していたので、神、令和の一人梵天、ブラフマンが心配してやってきて、俗人にもいろいろな人がいるので、悟った真理を不況するように進めて要請し、百尊がそれを受け入れたという物語などが残っている。一方、民衆レベルでは、 フッツもこの記事で扱うところの広い意味での神の一種であると言える。日本では死亡を成仏と死者をフッツと呼称するに至る。この場合のフッツとは参拝し利益を祈願する対象であって、かつての原始仏教でそうであったような教えを学び、悟る、覚醒するという対象ではない。ただし、日本におけるフッツはキリスト教の訳語としての 神が定着する以前からの存在であり、一般的な日本語において、神と仏とは区別して用いられる、心臓と仏像など。一般に、仏教では、下脱には無用なので神の存在を扱わない。なお、大乗仏典の華厳行には、人間がこの世で経験する、どのようなことも、すべて神の御業であるとの考え方は、良いことも、 悪いこともすべて神によるのみとなって、人々に希望や努力がなくなり、世の中の進歩や改良がなくなってしまうので正しくないと説かれているが、これは神の尊敏について議論したものというわけではない。ヨーロッパ中世においては、神は二つの書物をお書きになった、神は聖書という書物と自然という書物をお書きになったと考えられていた。よって、 自然を解明することは、そのような非造物を創造した神の意図を知ることになり、神の偉大さを称えることにもなると考えられた。ヨハネス・ケップラーやアイザック・ニュートンなど、宗教的情熱、神の意図を知るために自然を知ろうとし、結果として、自然科学の発達に大きく貢献した、ということは指摘されている。自然科学が発達した地域が他でもなく、 イスラム世界やキリスト教世界であったのは、上実のような自然観と神への信仰が原動力となったということは指摘されている。それをリン・ホワイトは、近代的な西欧科学は、キリスト教の母体の中で鋳造されたと表現した、宗教と科学キリスト教と近代科学も参照。実際ヨーロッパでは、神の存在について研究する神学を長きにわたって、 学問上の基礎科目であり、オックスフォード大学もケンブリッジ大学もハーバード大学も元は神学校である。現代でも科学者のおよそ半数が神や超越的な力を信じているということがアンケート調査で明らかになっている。科学者、科学者と信仰も参照。ヨーロッパの中世では広く神の存在が信じられ、神を疑う人は稀であった。神は 人々に人生の意味、生きる意味を与えてくれていた。だが、ルネデカルトは、当時としては、非常に大胆なのだが神を疑うような考え方を、提示、代わりにエゴ、いや、小義と小義とを基礎に置くような思想を展開した、いわゆる、我思う、ゆえに、我がありと要約される思想。方法序説などで、提示、18世紀には、哲学者、思想家によって、 有物論など神を介しない哲学的な考え方も論じられるようになった。さらに十九世紀に自然哲学が自然科学へと徐々に変化し大学で教えられる学問の体系が変化するにつれ学問体系からは神や人生の意味とのつながりが次第に抜け落ちていった。そして神を信ずる人の割合は中世などに比べじわじわと減ることになった。 そうした一連の風潮を19世紀にはニーチェが神の死という言葉で指摘した。神の死はニヒリズムをもたらしがちであるが、ニーチェは神が思想から失われた時代になっても、神に代わって人々に生きる意味を与えてくれるようなニヒリズムを乗り越えさせてくれるような思想を打ち立てようとした。20世紀前半、マックス・ウェーバーは学問体系が神や 人生の意味を失ってしまった状態で、それに取り組むことはのようなことなのか。その厳しさ、残酷さを学生たちに理解させようとした職業としての学問。しかし神の定義は、有神論、理神論、反神論など様々あり曖昧である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。